はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。ということで、本日、バズフィードさんのクイズ実況、激ムズ間違い探し実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。部屋の違和感を探せ。あなたこの間違い見えますかと。何度も言ってるんですけど、これって、画像編集アプリ、加工アプリみたいなやつで消してるんですよ。ニキビを消して、この滑ってした肌に見せるような、その要領で、部屋の写真撮って、このコップのところをタップすると、そのコップがなくて、この机の、で、その均一化されたような画面になるんで、そうすると、ビフォーアフターで比べるときに、さあ、どこが違うでしょう。はい、コップなくなってます、みたいな、そういうこと。だから、加工アプリ、加工職人であるこの Y から言わせればね、Y ってサムネイルとか、この YouTube チャンネルのアイコンも、これ全部加工に加工を重ねて美化してますね、美化。生え際を前に引っ張って、ニキビを消して小顔にしてな。そうやってね、か、あの、再生数叩き出してるの、こっちは。叩き出してるってほど出してないけど、はい。この動画から出題します。やってきますね。上下2枚で、2枚の写真で違うところ探してくださいと。で、いつも俺思うんだけどさ、俺間違い探し得意系 YouTuber としてやらせてもらってるじゃないですか。よく考えたらこれって時間かければ誰でもできるんですよね。少しずつ見比べていけばいいだけだからさ。でもそれじゃやっぱ真の間違い探し系 YouTuber にはなれないと。瞬時に見つけてこそ。で、わかんないものは捨て物だよね。要するに時間単位で何問解けるかだからさ、こういうのって。正答率。正答率じゃない。得点率ね。だから時間かけて、あ、できた、できたんだの、それは当たり前。時間かけずにできてこそ、捨て物を見抜くという面もね。ということで、俺の真の実力をここで発揮していきたいと思います。よろしくお願いします。大臣もこれからな、マジでやるから、俺。マジで。上下にスクロールして比較しないといけないところが、ちょっとこの端末の弱さ、あっ、え、え、あったあったあった。これじゃん。男子トイレみたいな感じのやつが、これ下は、男子2つになってる。だからここをタップすればいいんだな。OK。男子トイレではないか。そう、そのマーク、OK。これが真の実力や。これもすぐわかるはず。待って。一瞬で暗記する。よし、この映像暗記した。暗記したから俺はもうね、一目でわかる。あ、わかったわかったわかった。このロゴを聞いてるの、ロゴの、この、な、なに、この楽器の名前知らんけど、これ、おい。おーらーい。これ初見プレイだからね、本当に。すごくないか、マジで。で、3問目。暗記する。まずこの映像暗記する。よし、オッケー。行ってみよう。え？もう一回。え？うわ、わかんねえ。あ、ちょっと待って。やばいやばいやばい。ちょっと時間オーバー。ってこれ、捨て物かもしんない、捨て物。あんまり時間かけてる場合じゃないから、場合じゃない。あったあった。鍵じゃん、この机の鍵穴がない、下には。ここ。オッケー。取ってか、鍵穴じゃなかった。ヒント、右側に注目。何、ヒントくれんの？いいのか、俺にヒントなんか与えちまってよ。ねえ。あ、わかったわ。このしゃもじみたいなやつがない、黒い。これでしょ？押せないんだけど、ここ、ほら。お玉か。俺、すごくない？これ、マジで。本当に初見プレイだからね。変な言い方つけないでね。これで待って。これと、OK、覚えた。全然わかんない、これ。鶴はあるな。え、葉っぱの枚数とかやめてよ、そういうの、本当に。は？ちょっと待って、クッション？これか？あー、あれか。待って。待ってくれ、待ってくれ、本当に。いや、これ捨て物だな、これは。捨て物、捨て物、諦め。テレビに反射して映る植物の葉？どういうこと？え？うわ、細かい。でもこれ捨て物で正解だった。これが俺の真の実力だよね。捨て物すら見抜くっていう。はい。惜しい。間違い探しの才能。いや、これはね、実質満点だよ。捨て物を見抜いた。固執しなかった。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。